のタイミングに沿って弾くの。ブラの癒しの音楽でいいの。あ、でもそれはさ、気づいたらさ、楽しく、うん、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジュンコです。こんばんは、みやどんです。はい、今日は、はい、みんな大好きな気になるところ、手の指のウェーブについてやってみたいと思います。これ綺麗ですよね。なんでできないんだろう、本当に。もうギコタコギコってなっちゃう。これは筋トレなんだよね、指の。指にも筋肉で。そりゃそうよ。はぁ、ちょっと指の筋トレを、はい、ちょっと今日ね、やりたいかな、はい。指 の、 あの筋力プラス手首の力、これも筋トレ。ああ、ここもここも。そう。全部。そう。いやー、全部ですよね。そうなのよ。だからそこが鍛えられないと、結局、こう、つながった動きがこう、できない。ああ、そっか、うん。ちょっとこう、手首と指の連動、ちょっと見てほしいですけど、はい、うん。こう、押さえてね、押さえて。うん。手首も動いてるの分かる。うん、ここは動いてないけど、そう、手首から、そう、あ、そう、その連動っていうのが分かりますね。分かる。うん、そう、ウェーブ、ここは動いてない。そう、もちろんさ、振り付けでこう手首動かされて、こう指だけとかあると思うんだけど、うん、じゃあ反対も、かも、はい、手首も動いてるの分かる。動いてる。そう、なんかね、指だけやって手首動いてない人、手首だけやって腕を動く、どっちも不自然なんだよね。うん、うん、なんでこう連動したこう柔らかい動きなんだよね、は。結局なんかどこういう風に、そうそうそう、これ多いよね。そう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 。なんだろうこれ。あ、掴んでるかな。こうこれ1回や2回どころじゃないから結構やってるんですけど、ティッシュをガチョーンですよね。ガチョーン。あ、でもカメラに向かってやってたよね。うんうん、これガチョーン。でもこの絵見たことあるわ。手首も動きますよね、うん、ガチョーン。で、ここはガチョーンしてかかってるの。違うけど、そうだね。でもポイントはここをね、掴みながら動かさない、ね、そうそうそう、ペットボトルをこうやったり、まあ、可動域を広げなきゃまずいけないよね。手首の、手首の、うん、で、これ手首こうやってやったら分かるけど、ここが動いちゃうとダメなわけや、うん、こういうふうに一緒に動いちゃうとダメだから、ふにゃふにゃふにゃね、うん、ここに力が必要なんだよ、まず。あ、ここね。そう、ここを硬くして力入れて、で、手首を意識して動かす。え、ここ硬くけど、ここは柔らかく見えるね、先生。でも力は入れるわけ、手首、手首に力入れる。下ろして、上げて、下ろして、上げてよ。やってみよう。10回セット。下、上、動いちゃダメ、上。反動つけちゃってじゃん。そうか。そう。下、上、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 反対も。下、上、下、上、こっちからいけよ、うん。で、離してもな、離してもできる。下、上、下、上、下、上、そう。まずこれ。これ。まず、どうしたの？動く。言葉忘れたか。そう、でもさ、言ってることわかる？うんうん。これ、いちいちこう、うん、しないでしょ？ふにゃふにゃじゃなくてね。工具じゃ、手首も使って置く、もう置くのもそうよ。うん、いちいち手首がこう使えたらそーって置けるわけ。分かった、理論は。うん、分かった。手首置く。そう、うん、手首置く。そう、だからこれはこうなんないよ、こうなんない。ああ、こうなんない。そうか、そうか、そういう意味か。そう、そういうこと。手首で、これもゆっくり、クキクキじゃない、キューじゃないってことは、力を入れてるわけだね、ここに。ここなのよ。そう、動かないよ。で、ゆっくり手首に力入れて、そーっと下ろしてるわけ。そーっと、ここに力入れて、はい、手首コントロールしながら、そーっと置く。これが曲のタイミングに沿って弾く。あ、そう。そこですよね、そこ。そういうこと。なんで、手首といえども、ここに力が入るの分かった？ね。そう。で、次は指ですね、指。手首の後、指をこう、つけたいです。指は、関節ごとを意識しなきゃ。関節を、これ、そう、指にガーって固く力入れてるんじゃなくて、関節です、ね、
関節をどう使うかです。関節、うん、あります。全部がバラバラってことですか。バラバラに近い。一本指力入ってますよってよく言う。そしたらこうなる。こうなっちゃうね。これだとね。この関節を使ってますよってこと。当たり前なんだけど。そう。で次はこのここ一番爪に近いところからこういくわけじゃん。こうやって。わかる？わかる？出すときね。そうそうそう。で曲げるときもここが最後じゃん。ああ。結構このここの第一関節すごい使ってて、ほら。こうじゃないじゃん。こう丸くする時の最後の形決めはこの爪のそうそこなのよ。そうなのそうなの。なんで指にはいつも力が入っていて関節を意識しながら動かす。指にもここにもね。そう関節ね。関節を意識しながらこう全部の関節を。なんでその時にまたここの腕をね動いちゃいけない。うん、なんでこう指の力が必要。こういうそう。だから何の練習がいいんだろうな。こうギューかギューかギューパーでもいいし、一個ずつこう動かすのもいいと思うし、これでさ、なんか女性の組むのとことか、もっとこう動かしたりしますね。ずっとこう動いてるかのように。はい、いいな。ずっとこう動かす組むの方もいっぱいいますよね。まあ、なんだけどさ、かしこじゃなくて、あわな、はい、この指の動きすごい特徴的だと思うんですよね。そうですね。なので、こう店やりたいと思う。うん、でよく質問来るのもここなの。ああ。そう。で、しなり。うん。で、なんでそんな風に動くんですか？そう、本当に思う。で、それは、ここに力まず入れて動かないようにしますよ。でも、こういう動きじゃない。これもほとんど、これ波とかもこうだけど。そう。手首と指。そう。手首指。じゃあ、これがちょっとこう固くなるわけよ。関節がこう、動いてないと。関節動くとか、こういう柔らかさが出てくるわけ。原型ガチョウの動きで、こう、いろいろアレンジができるわけ。ちょっと波見て。波。これは一の腕もちょっと使ってますけど、こういう今日、あえてしてますけど、でも、宮津よくこうなるじゃん。そうですね。そう。だから、この力がまずないと、まずこの形がキープ。そう、形がキープできない。波の場合ね。で、結局、ここ弱いと。手首動かして動きます。さっきの理論で言うと。ダメ。でしょ、なんで両方バスなの、うん、わかる。だかここをまず力を入れて、そうそう。形キープして、はい、こう。まずここ、ね、今度ここが大事だ。ここが動いちゃう。うん、あ、ここも。そう。ね、そうそう。あ、波はね。そうそう。さあ、ここが綺麗に動くようになる。上下が。あ、そっか。あ、ここを固定して。ここが、そう、固定したらね。ここで。そう。で、次は、手首いってみよう。上、下。上、下。次は指を動かしてみよう。上行って、下行って、指、上行って、下行って、上行って、下行って、二の腕は動かさない。そう。一の腕、手首、指。そう。動かしてやってみよう。
さらないそう、手首手首反対手首手首二の腕はここ張ってるそう手首そう、手首わかるすごいわいや綺麗だね、この綺麗だね すごいできたらね、とってももちろん顔もだけど手でもハンドモーションで世界を出すから、うん、あのここが硬い人よりね、はい、こういう人よりね、そうだろうそうだろう、手首がこういって指がいって、だから私よくこうノートに書くとき指の向きとか、あとこう実際踊ってるクム見るとき指がどっちを向いてこう回転してるのかとか、そこまで見るかな。こう指を動きを一緒にしたい。あ、そうやって学べばいいと思う。リアゾンも。その時のリアゾンも。うん、はい。その時の手首も大事ですもんね。あ、もちろん。空気を吹く時のね。もちろん。どう？本当だね。指だけで動かす。あ、なかったね。なかったね。まあ全部の模写してないけど、うん。はい、まあ止まってこういう時も指をこう使ってるよね。うん、はい。これがこうじゃない。あ、ここのとこね、ボコンじゃなくてね。そう。こう回るよね。はい、私がいつも言ってる基本の指でもボコンないじゃん。ない第一関節、第一関節、第二関節をどう使うか、力入れるか。そこだよね。あと手首も力入れないと。そうだ、ここがね。そう、こうなるよね。はい。そうだよね。平均の力が欲しいって感じ。平均の力。あ、だどこかで意識しちゃうと、ほら、いや、でっこしちゃう。そうなんだ、ちょっとこうなんだ。忘れちゃうよね。うん。うん、それはやっぱりこう、所作を身につけるまで、チェックを。チェック、チェック、チェック。そうなの。鏡で自分の手を、うんうん、そうです。落ち着いたらできるでしょ。そうだね。だから焦ってもできないんだよね。なんでここできたかな。何気なくこう生活してる中でもちょっと鏡があったり、うん、ガラスにやってみて、そうですね。映る時に、ね、そうそうそう。はい。日常にちょっとフラを入れてもらってできてるかなってね。そうそう。で、あ、全部の力がここ繋がってないって、やっぱ手って繋がらない。そう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 。で、動きもそう。全部の力がつながる。そうです。で、力がつながった手首、指。これも全部ほら、裏、なんていうの、戻すときも。置いて上、置いて上に。力のこう、強弱、強弱がないっていうか、ずーっと力を継続してる。継続、継続、そう。見える。だから、初めはちっちゃい力でいいと思うんだよね。意識するか、うんうん、はい、強弱でこう、1、2、3。1、2、3、うん、はい、じゃないわけじゃん。ないないない。指もそうなわけ。キュッキュッキュッ。ああ、そっか。力を入れることによって滑らかさが出るってこと？そう。つながっていく、すべてが。なるほどね。ああ、私はそう思ってます。本当そうですね。なんか力がないと、こう、つながらないし。ないない。そうそう、途中でこう、なんかトレーニングが必要なんだよね。筋トレ。でも、うん、これ、血が続けられたのは、このフラの癒しの音楽で、あ、うん、で素敵なモーションで、うん、で見ていてかっこいい、綺麗っていうもので憧れたからなんで、皆さんもそうでしょ。そうですね。うん、それやっぱりこう毎日毎日、うんうん、そうだね、ちょっとこだわって練習したらいいかなと思う。うん、そうだね。なんとなく斜め斜めはできてても指使ってますから。そうそうそう。例えばタッチオープンとかこうやって人とかすごく多くて、ああ、もったいない。もっとこう指を手首指で全部の指をこう連ねてオープンしてるんだよ実はって言うと、え、そうなんですかって、はい、でも実際こうずっと私やってるわけよ、はい、こうしなるわけよ、そうそうそう、でもそれをさ気づいたらさ話したくない、うん、なしたい、そうなりたい女のさテレビ見ててもさできますよね、皆さんテレビ見ながら、じゃあ今日は実家やってみよう、手首指、手首指、手首指、ここ動いてらっしゃるけど、そうだよね、そのチェックしなきゃいけない、そうです、ただ単に5分やってちゃダメですもんね、ダメです、ここは動かさないと、まあ、押さえてやったら、そうですね、そうなの、力なんです、そのうちを押さえなくてもできるような力がこう1の腕、2の腕につくかなと思う、ね、どうですか、今日いいんじゃない、ぜひね、もう1回皆さんやってみてください、はい、このチャンネルがためになったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタン、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、アロハー。アロハー。はい、こちら。
ラルチャンネルでは大好きなフラが上手くなるですねコツをたくさんご紹介しております。チャンネル